皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、勝って帰ってまいりました。そうですね、9月はめちゃめちゃ調子が良かったと。いやー、後半の巻き返しのジェフユナイテッドと言われてますが、そうだね、毎年恒例だな、ここ最近は。ここに来て小森ヒーロー、はい、もうニュースを総取り。そうだね、まあもう毎週話題になるんだよな。2005発、6011発、化け物です。化け物だね、本当に。8月末の仙台戦から止まらんですね。いやー、もうね、絶好調の小森ヒーロー、はい、抱えていますが、ただどの試合も我々落とせないんです。そうですね、本当にギリギリのところで踏みとどまってますからね、プレーオフ圏内。とにかく6ポイントゲームがね、多い中で絶対に落とせない。最後山形戦が控えているという我々のね、はい、中で第もう34節ですね。そうですね、もうホームにザスパクサツを迎え撃つと。そうですね、久々の、まあ、2時からっていうね、まあ、いい時間帯の開催になりますが、最下位群馬ですね。いやもうね、降格が決まってしまったザスパクサツを相手に、はい、我々何を見せるべきなのか、圧倒するべきなのは間違いないのですが。そうですね、まあ、本当にいろんなトピックスがあって、両者いろんな思惑があるというところはありますが、まあ最初にね、まずは恒例、はい、前半戦の第3節の試合から振り返っていきたいと思います。まあもうはるか昔ですね、第3節、まあアウェーでしたが、しっかり勝つことができましたと。まあそんな試合でしたね。いやね、この頃ね、エドワルド半端ねえなみたいな。そうなんですよね、本物のブラジル人助っ人来たみたいな、我々の中であったね、大盛り上がりを見せてた第3節。そうだね、まあ、直前に藤枝に 4-0 で勝って、アウェー群馬で 3-1 で勝って、今年優勝しちゃうんじゃねみたいないう話が出てた頃ではありましたね。いやーもうね、怪我とかいろいろありましたけど、はい、今見てもこのメンバー相当いいっすから。間違いないね、まあ、やっぱり未だに活躍してくれてる選手はもちろん、逆にここで田口とか、まあ、なんか椿とか、間違いなく柱になる選手だと思ってた選手が競争で、まあ、控えに回ってるみたいなね、はい、ところもあったりっていうところもあるし、まあこの時はまだね、群馬って大槻監督だったわけですよ。ああそうだね、元浦和レッズの大槻監督でしたが、ただまあ第15節から武藤明監督、なんか元ジェフのコーチらしいんですよね。はいはい、1年だけだけど、だから、まあ、まあ10年前だから何とも言えないところではあるけど、一応ジェフにゆかりのある監督で今戦ってると。いやー、ただね、かなりチーム変わってますから、監督変わってか知りませんが。そうなんですよね、もうフォーメーションとかね、今を見たら全然違うし。そうですね、まあやっぱり試行錯誤は見て取れるんですが、まあ中心となってる選手とか、まあなんか積極的にこの選手に活躍してほしいんだろうなみたいな選手は変わってないところではあるっていうところもあるけど、まあ我々としてはやるサッカーは変わんないのかなというところではあるかな。はい、ということで、まあ、続いて、まあ、本当にね、昔すぎたというところもありますが、まあ、今のザスパがどういうチームなのかというところも振り返っていきたいと思います。はい、現在、まあ、攻守ともにちょっと噛み合わず、まだシーズン3勝ですね。いやー、とにかく点が取れない。そうなんですよ、点も取れないし、まあ、ちょっと守備もあんまり組織的な感じはしなくって、まあなかなか勝ちきれないですな。ただ随所にね、やっぱこういい選手がいるんですよ。間違いないですね、まあ、何より夏場めちゃめちゃ補強したんだよね、このチーム。あ、そうだね、カバヤマとかさ、そう、まさかここに行くみたいな。間違いない、本当に欲しいチームいっぱいいたと思う。あとなんか川田敦とかさ。あ、そうだね、千葉大使とか普通にいい選手抱えてたけど、まあちょっと時すでに遅し感はあったかな。いやー、ただこれでもね、こんなにいい補強をしたにもかかわらず、どういうサッカーがしたいかっていうのが、まあ明確なビジョンが見当たらないというのが
そうだね、ちょっと見えてこないところはあるし、前半戦の本当に始まりの頃はなんかまあ佐藤亮選手がいて高澤選手獲得して得点力不足解消かって言ってたんだけど、その2人がまあ夏場とかちょっと怪我しちゃってみたいな、なんかまあうまくいかなかった部分もあるんだろうけどね。はいはい。まあ、ゴールランキングとか見てもちょっと厳しいところもあったり、あと今シーズン複数得点が1試合複数失点16試合みたいなところで、本当になんか本当に攻守ともにうまくいってないっていうところはやっぱりあると思います。まあこうなってしまったら降格するんだろうなっていうのを体現したというか。そうだね。そんな1年をもうね、残りまだ6試合あるにもかかわらず決まっているという。ただもう来年に向けてね、やるべきことを始めるのかなというところ。そうですね。なんか前節もまあ2対3で負けてはしまったものの、結構ね気迫こもった得点みたいな、まあ90分間走り切ってみたいなところもあったので、ちょっと怖い部分というか、なんか切り替えて戦ってきてるなって感じはあると。はいはい。でまあ予想メンバーとかも正直なんかちょこちょこっと入れ替えたりはしてるものの、若くて生きのいい選手が多いですよってところで、まあ注目選手が川本理央選手挙げときたいと。いやいい選手よ。なんかレンタルで、まあ、ここ 2,3 年群馬でプレーしてる選手にはなるけど、もはやなんか群馬の顔みたいな選手があるんだよね、毎年レンタルできてるから。そうだね、うん、正直、まあ、さっきブーが言ったカバヤマとかもそうだけど、なんかデザインされた崩しとかっていうよりかは、この2列目とかサイドとかのなんかスーパープレーでポロッと点取られるみたいなのが怖いかなって気はするんだよね。そうだね。この特にシャドウの2枚、カバヤマ川本っていうのは個人技がやっぱ強い、うん、そうだね。しなんかサイドもガンガン無理な体勢からクロスとか上げてこれる足元上手い選手多いからな。そうだね。まあこの手のチームっていうか、この手のフォーメーションに我々の4バックっていうのはやっぱね苦手意識がある部分もあるの で、 そうです、ね、しっかりと、まあ、セカンドボール佐々木翔吾なり松田が弾いた後のバトルで、ね、品田だったり、そうですね、エドアルド・ラッタにしっかりと拾ってもらうっていうのが今回の結構な鍵になってくるんじゃないかなと。そうですね、まあ、試合としてはやっぱり、まあ、さっき言ってくれた通り中盤で奪われた後とか、なんかボールロストした後に対応力というか、そこら辺をしっかりとして、まあ、フリーの選手作っちゃうとやっぱり本当に一発やられかねないのでね、しっかりリスク管理はしてほしいなという展開かとは思います。はい、はいはい。では続いてジェフの方も見ていきましょう。はい、愛媛戦、まあ結果としては2対1で、9月の成績が4勝1敗というね、いや最高のシーズンを送っております。9月だけ見ると。そうだね、まあちょっと苦手な秋田は攻略できなかったけど、まあ勝ち点12積んだよと。そしてね、何を隠そうね、点めっちゃ取ってるんですよ9月。いや間違いないですね、本当になんか4点取った試合2つありますからね。あのね、こうリーグ戦を戦ってきて60得点取ってるシーズンっていつぶりみたいな。我々って本当にここが50だったり40だったり、勝ち点と同等くらいの得点数でいつも推移してた我々が、確かにね、かなりの得点を取ってるっていうのはかなり今シーズンの象徴的でもあって。そうですね、それこそなんか愛媛とか栃木とかにビッグゲームやったっていうのがまぐれじゃない攻撃力っていうのは実際ありますよね、はい、今年は。ありますね。とにかく点が取れてる、点は取れてる、だから守備も楽にできてるし。そうだね、9月めちゃめちゃ点が取れてたけど、まあ、前節がまあ久々の1点差でリードしてる感じのゲームだったと。はいはい。いやあれをね勝ち切るっていうのがね、やっぱ今のジェフですよ。そうですね、まああそこで小森選手があの時間帯にゴールできたっていうのはとっても素晴らしかったし、ただまあなんか後半の試合運びっていうのがもっと良くならないと最後の長崎山形は攻略しきれないんじゃないかっていう。そうだね、交代で入った選手が試合の流れを変えれてるかという。そうなんだよね、いつも我々の口を酸っぱくしていってる後半の試合運びです。そうですね、しかも結構最近は後半から出てくる選手っていうのが林とか田口とか、まあ、前節はねあの高木選手とかもベンチで控えてたけど、結構経験値豊富な選手が多かったりするじゃないですか。そうだね、試合を落ち着かせる交代が結構多い。そうですね、
部分で、まあ椿に期待したい俺は。そうなんだよね、絶対にサイドの選手って変わる中で、まあ、椿選手とか、まあ、岡庭選手が最近入ってくるけど、まあ、ここの選手たちが得点に絡んだりとか、あとまあ下の方にもちょっと累積、松田選手、品田選手3枚溜まってるよというところもあったりしますけど、まあ、この選手たちが出れなくなった時に誰がどうパフォーマンスを見せるのかっていうところです、はい、いやとにかくね、まあ、最近小川であったりとか結構まあディフェンダーの選手も変わっていく中で、まあ、翔吾がサイドバックに出たりとか、ね、山越がセンターバックで入ってきたりとか、はい、いろいろとある中でそろそろ久保には見たいんじゃないですか。そうだね、なんかしれっと天皇杯でね復帰したんですよね。もう本当にね総力戦だね、こっからは。そうですね、ちょっとねこっからは見ていきたいのですが、とにかく我々注目するべき選手は小森ヒーロー一択じゃないですか。そうですね、正直もうなんか言わんでもわかるだろうって感じなんで上げるか迷ったけど、やっぱね20点超えましたから。いや得点王ってケンペス以来。そうだね、そうなりますよ。ジェフから得点王が出るってねやっぱ相当なことですから。しかもなんか歴代結構得点上げてた選手って外国人、クレーベ選手とか船山選手みたいなベテラン外国人みたいな多かったじゃないですか。はいはい、ここに来て大卒2年目の若きエースですよ。フォワードが点取ってるっていうのはやっぱいい。そうだね、やっぱり勢いがつきますよね。これはもうね、新井一輝が得点王だったとかさあったな、チームのね、センターバックが一番得点取る時ね、センターバックの、そう、そういう年もあったりさ、いろいろあったわけじゃん我々には。確かに、そういった中で形からフォワードが点を取れたり、こぼれ球をしっかりフォワードが詰めてるとかって、そうですね、いや本当にいいフォワードを手に入れた、間違いないし、かなり、まあ、杉山だったりさ、はい、横山だったりが狙ってるから常にゴールを、だから小森がね、そうだね、詰めれたりする部分もあるので、とにかくね楽しみで仕方ないね攻撃は。いや間違いないね、見ててやっぱり楽しいね、サイドが持ったら何か起こるんじゃないか、小森に渡れば何か起こるんじゃないのかみたいなワクワク感やっぱりありますからね。とにかく10月始まりますけど、我々ちょくちょくお話に出てきますけど、プレーオフ圏内猛追してる山形、そうだね、そして我々が今猛追している長崎、どちらとも直接対決が残ってるんです。そうなんだよね、なんかまだまだやっぱり負けられないからこそ、ここでしっかりと整えていきたいっていうところで、まあなんかやっぱり我々としては今回の試合もなんか不用意なボールロストとか、セカンドボールでねめちゃめちゃボール取られるみたいのはご法度で言ってほしいかなと。そうだね、とにかく長崎とやる、山形とやるっていう時に最高の場所にいる。そうだね、そこが大事。とにかくこういう群馬相手にしっかり勝ち点3を取って我々の順位を落とさないこと。そうですね、で上が負けて入れ替わるとか、直接対決まで気を抜けず、そしてプレーオフ圏に残り、いやー悲願の J1 じゃないですか今年こそ。そうですね、まあプレーオフ、まあね自動昇格はもうちょっと消えちゃってるんで、プレーオフっていう厳しい戦いは乗り越えなきゃいけないけども、まあやってくれることを期待してね、一つでも上の順位でといきましょうよ。はい、それでは10月我々まだまだ気を抜けませんが、とにかくウィンバイオールです。ウィンバイオール、全てかけて、全てかけて戦いましょう。それではまた来週お会いしましょう。柏には負けられない。Thank you.